どうも、ささんです。今回はですね、かなりの大物を購入したんですけども、よいしょ、これね、ちょっと映りきらないんですけど、このアングルでね、ちょっとお見せするの難しいんですが、サムスンのオデッセイ G9 というね、一応ゲーミングモニターですね。ちょっとね、開封する前に説明したいんですけど、このね、サムスンオデッセイ G9、海外では、去年のね、7月に発売されたということなんですけども、今んとこで日本だとまだ発売されてないです。一応日本の Amazon でも25万とか、そのぐらいでね、転売業者みたいなところが販売はしてるんですけど、値段が高いんでね、正規販売してるアメリカの通販サイト B&H から、今回個人輸入しました。でね、B&H の出品価格が確かね、$1,400とかそのぐらいだったんですけども、送料とか関税とかね、そういうのがかかるので、大体ね、日本円で19万ぐらいですね、トータル。で、このモニター最大の特徴なんですけど、ちょっとね、まだ箱の中なんでイメージ湧きにくいと思いますが、これね、アスペクト比32対9の湾曲ウルトラワイドモニターなんですよ。今までもウルトラワイドとか、あと湾曲モニターに興味っていうのはあったんですけど、大体ね、今日本で販売されてるウルトラワイドモニター、主流のものがですね、アスペクト比21対9っていうのが多いんですよ。で、それだと今目の前にあるモニター、ちょっとカメラに映ってないんで申し訳ないんですけど、16対9のモニターと比べて、やや広くはなるんですけど、今がね、デュアルモニター環境なので、結局ね、21対9のモニター1台だと、足りないかなって思ったので、買ってなかったんですよね。でもこのオデッセイ G9 はアスペクト比32対9なので、単純にね、16対9のモニター2台分なんでね、その点はクリアしていると。で、リフレッシュレートに関して、ウルトラワイドモニターはですね、リフレッシュレート高いやつがあんまないんですよ。今使ってるモニターが ASUS の、ゲーミングモニターなんですけど、リフレッシュレート最高でね、280まで対応してるんで、280なくても、240できれば欲しいなっていう風に思ってて、このね、オデッセイ G9、ウルトラワイドなんですけど、その 240Hz も対応してるんですよね。で、最後に解像度に関して、ゲーム時はですね、別に 1080p でいいんですけども、作業するとき、例えば動画編集とか、そういうときはね、やっぱり高解像度欲しいんですよね。で、このモニターは 1440p に対応してるということで、4K はないですけど、そのぐらいあればね、個人的には必要十分かなということで、いろいろ考えた結果、こちらをね、買ってみました。ということで、今回こちら、サムスンのオデッセイ G9、開封してですね、がっつり使い込むっていうのはこの動画だけだと無理だと思うんですけど、とりあえずね、どんな感じかっていうのを試していきたいなと思います。はい、じゃあ早速ね、開封していきたいんですけども、箱がですね、マジででかい、これ。モニターの箱なんかっていうね、信じられんぐらいでかいんですけど。いやー、マジでね、これ楽しみにしてたんですよ。なかなかね、B&H の在庫がなくてね、やっとなんか入荷したみたいで。よいしょ。おー。なんか説明書に2人がかりでやれみたいなの書いてんだけど。なんとかなるっしょ、1人でも。アイさん寝てるんでね。これちなみにですね、今回試してみたいのが、ちゃんと 240Hz 出るかっていうことなんですよね。ドリキンさんがですね、このモニターもうね、結構前に買って使ってるんですけど、240出ないって言ってたんですよね、動画で。それをね、ちょっと試したいんですよね。じゃあとりあえずね、説明書見ながら組み立てていきたいと思います。はい、こちら付属のケーブルなんですけども、まず HDMI、そしてディスプレイポートケーブル。で、電源ケーブルがですね、普通のコンセントだとそのままじゃ刺さらないんでね、こういった変換のアダプターかませてやるとね、使えるんじゃないかなと思います。いやー、出てきたけど、すごいな、これ。っていうかね、湾曲率、やっぱえぐいな。これね、湾曲率 1000R のモニターなんですけど、これ以外ないんじゃないかな、多分。1000R のモニターって。で、今、モニターまだ箱にね、入ったままなんですけども、取り出す前にもケーブルとかをね、この状態で付けちゃった方がいいそうなので、端子類をね、ちょっと見ていきたいんですけども、はい、こんな感じですね。ちょっと見えにくいかもしれませんが、まずね、これがヘッドホン端子。HDMI 端子、ディスプレイポート、2つ。そしてこれがですね、USB のちょっとね、なんていう形だったか忘れちゃったんですけど、これでね、PC と接続して、右側の USB Type-A2 口が、ハブとしてね、使えるっていうことだと思います。そして電源ケーブルは、こっち側ですね、ここに挿して使うっていう感じになっております。で今こんな感じで必要なケーブル全て繋いだんですけど、そしたらね、この目隠しの、パネルみたいなのをつけると。よいしょ、OK ですね。で、そしたらスタンドをつけると。で、ケーブルはですね、全部このスタンドの中に入れて、このカバーもつけると。え、これでいいの？これ。怖いんだけど。ちょっと余裕持たせたいな。はい、スタンドもね、組み立てたんですけど、これちょっとぐらついてんだよね、これ。なんか怖いけど、こんなもんなんか、なんかそんな作り良くないんだけど。はい、とりあえず、これで組み立て OK っぽくて、で、箱から出す方法がですね、こうやって、このままね、横にするみたいな。怖いんだけど、これ。うわっ怖しそうで怖いぞ、これ。よいしょ。おお、すげえ。いやー、来たー。やば。はい、あとでちゃんとね、今まで使ってた後ろにあるモニターを撤去して、設置したいなと思ってるんですけど、とりあえずね、デスクの上に載せてみました。こんな感じですよ。今ね、画面映ってないんで、ちょっとイメージ湧きにくいと思いますけど、めちゃめちゃね、長い、横に。当然ですけど、これね、画面サイズが、48.8 インチなんですよ。48.8 インチ、この横長でどんぐらいって、イメージ湧きにくいと思うんですが、これはですね、27インチのモニターが、2枚あるっていうのと、同じような画面サイズになってるそうです。はい、そしてこっちが背面ですね。モニターの背面ってね、あんまり人の目につかなかったりすると思いますけども、こんな感じでね、ケーブルが、束ねられてたりとか、見た目ね、すごいスッキリしてます。で、一応ね、このモニターの角度調整も、効くようになってて、まあ、例えばね、横方向にちょっと回転したりとか、あとはですね、高さも調整できて、ちょっと上向かせたりとか、下向かせたりとか、そんな感じの、調整も効くようになってます。一応付属品でこういうね、金属の丸いベースみたいなやつも入ってたんですけど、これはですね、普段こうやってスタンドで使う分には必要なくて、モニターアームで、まあ、このね、オデッセイ G9 使う場合は、このね、土台部分を丸ごと入れ替えて、ここにモニターアームつけるみたいな、感じになるんじゃないかなと思います。はい、ということで、こんな感じで、めちゃくちゃ大変だったんですけども、前のモニターの撤去と、オデッセイ G9 の設置完了したということで、いよいよですね、PC の電源入れてみて、どんな感じなのかっていうのをやってみたいと思います。じゃあ行きます。はい。いや、どんな感じで映んだろう、これ。設定とかね、もちろん何もいじってない状態ですからね。どうだ何もつかないんだけど。大丈夫これ。お、ついた、来た。ディスプレイポートになってなかったみたいですね。めっちゃテンション上がる、これ。これまず 240Hz にできんのか見てみよう。リフレッシュレート120。240にどうやってするんだろう。240にこれでできないんだけど。これドリキンさん現象やん、結局。どうすりゃ240にできるんだ。はい、今こちらの新しいモニターを使って1時間ぐらいね、いろいろ触ってみたんですけども、リフレッシュレート 240Hz にできないっていう問題。これはですね、できました。モニター本体の右下のとこにボタンと、ジョイスティック兼用になったものがついてて、それを1回押すとですね、こういった選択肢が表示されて、上にやるとメニュー、左が入力ソース切り替え、電源オフ、PIP、PBP とかそういうのがあるんですけど、メニューのところでですね、今表示されてるのが、まあ、ステータスって感じなんですけども、これ240になってます。ゲームっていうところで、更新頻度ってありますね。これが、デフォルト120だったんで、240にしたら普通にね、切り替えできるようになりました。で、なぜかね、60には設定変えれないんですよね。別に変えないんでいいんですけど。で、あとはブラックイコライザーっていう、暗いとこを見えやすくする機能とか、応答時間、まあ、応答速度の切り替えなんですけど、これはね、アダプティブシンクオフにしないと設定変更できません。アダプティブシンクっていうのは画面のティアリングを抑える機能なので、オンにして使いたいと思います。まあそんな感じで、仮想目標ポイントっていうのが、画面上にですね、FPS とかで便利な照準を出すような機能なんですけど、まあこれね、よく叩かれる機能ですね。俺は使いませんけども、一応ですね、こういった、選択肢があるみたいです。はい、こんな感じ。あとは普通に映像の明るさとか、色味を切り替えたりとか、まあそんな感じ。この PIP、PBP っていうのは後で説明したいと思います。まあそんな感じですね。で、この動画の冒頭でちょっと言うの忘れたんですけども、私さっさんはですね、このウルトラワイドのサイズでゲームをするためにこれを買ったというわけではございません。このね、サイズでゲームやると、まあ多分ね、臨場感とか没頭感すごいだろうなとは思うんですけど、まあ逆にね、やりにくくなるんじゃないかと思うんですよ。なのでゲーム、例えば APEX やるときとかは、16対9サイズ半分ぐらいでできればいいかなというふうに思ってて、じゃあなんでね、このモニター欲しかったのかというと、普段のね、例えば動画編集とか、まあそれ以外の仕事とかもそうなんですけど、これがね、やりやすくなればいいなと思って、導入したんですよ。で、動画編集ソフト、プレミアプロ開いてみたらね、これはね、かなり良かったです。ちょっと今開いてみますね。はい、こんな感じで編集ファイル開いてみたんですけど、どうですかこれ。めちゃくちゃね、横長にこれ表示できるので、タイムライン、カットとかがね、かなりしやすくなるんじゃないかなと思います。これはね、めちゃくちゃ本当にね、いいなと思いました。あとね、解像度高いので、冒頭でも言ったんですけど、このモニターはですね、1440p に対応しているので、まあ、例えば今表示されているこのプレビュー画面もですね、割と高画質に表示することができたりとかね、そういったメリットがあります。まあ、ただね、実際これで編集するとなると、ちょっとね、横に広すぎるような気もするので、実際使うとするとですね、こんな感じで、まあ、ちょっと狭くして、はい、こういう感じですかね。で、あとはこの右側の空いたところでブラウザ起動して、まあ、調べ物したりとか、そんな感じで使うとすごい便利に使えるんじゃないかなと思います。で、続いてゲームをするときについてですね、これがね、正直思ってたのとちょっと違う挙動だったので、まあそれについてね、話したいんですけど、まあもちろんね、こういったウルトラワイドモニターに対応してるゲームもあれば非対応のゲームもあると思うので、まあ一概にね、いいとか悪いっていうふうには言えないんですけど、とりあえずね、APEX で感じたことを話したいなと思います。じゃあ起動してみます。はい、APEX 起動してみました。今ね、こんな感じで真ん中にね、表示してるんですけども、これね、APEX の設定で、はい、これですね。画面直撮りなんでちょっと見にくいかもしれませんけども、ボーダーレスウィンドウの縦横比16対9。まあ、今まで使ってたモニターとね、同じ感覚でプレイできるように、この設定にしてます。で、解像度が 1440p っていう感じですね。この設定でゲームしてみたところ、まあ、かなりね、快適にプレイすることはできました。ただちょっと予想してたのと違ったのが、このウィンドウをですね、右側に移動できるのかと思ったら、これね、できないっぽくて、一応ですね、これ、ウィンドウ表示に切り替えれば、まあ、できるっちゃできるんですけど、この状態でですね、ボーダーレスウィンドウにすればどうなるんだろう。あ、やっぱ真ん中に戻るんですよね。これがね、ちょっと残念。この位置変えれればよかったんだけどな。ちなみに今はこんな感じでボーダーレスウィンドウにしてるんですけど、フルスクリーンにすることもね、一応できます。フルスクリーンの、縦横比が21対9。本当は32対9のモニターなんですけど、なんかね、APEX が21対9までしかないらしいですね。はい、じゃあこれで保存してみます。はい。はい、するとこんな感じで、一応ね、フルスクリーンには、まあ、なったっちゃなりました。ただね、これ、一応やってみたんですよ。射撃訓練場。試合はやってないです。射撃訓練場やってみたら、まあ、結構見にくくて、はい、こんな感じで射撃訓練場入ったんですけども、一応ね、これ表示自体はバグってないです。めっちゃ横に引き伸ばされてるとか、そういう感じではないです。まあこれね、一応打ってみると、このダメージ表示がなんか横に引き伸ばされてますけど、このね、キャラが横に伸びたりとか、そういうことはないです。まあなので普通にね、やろうと思えばできるっちゃできるんですけども、やっぱりね、この武器とかがね、右下にあって、自分の体力とかが左下、端っこにあるんで、広すぎてね、全部把握しきれないので、まあちょっとね、やりにくいかなっていう感じですかね。まあなのでやっぱりね、自分でやるとしたら、ボーダーレスウィンドウにして、はい、こんな感じですかね。これだったらね、本当に普段と感覚全く変わんないんで、それと今フルスクリーンからボーダーレスウィンドウにしたら、この辺のね、文字の、まあ、幅みたいなのがバグってるんですけど、これ再起動すれば治ります。で、このボーダーレスウィンドウで真ん中に表示されるのがね、ちょっと嫌だったんで、右に寄せる方法で考えたのが、PIP、PBP っていう機能ですね。ちょっとやってみます。さっきのメニュー画面を開いて、PIP、PBP、これをオンにします。はい、するとこんな感じで、32対9のモニターとしてではなくて、16対9のモニター2つがですね、このつなぎ目全くなしで使えるみたいな状態になってます。これね、デスクトップの壁紙の関係でここにね、縦に線が入ったように見えてますけど、ほとんどね、普通に使う分には、線はね、気にならないです。はい、ちょっとズームしてみたんですけど、これがね、真ん中ですね。この線があるところ。これね、マウスカーソル通過するときは、2つのモニターを行き来するみたいな感じで、ちょっとね、マウスカーソル形がおかしくなったりっていうのはあるんですけど、例えばですね、この真ん中に、再生中の動画とかを持ってきてみますね。はい、YouTube で動画再生したブラウザをこの真ん中に持ってきます。はい、するとこんな感じ。全然ね、つなぎ目気になんないと思うんですよ。若干ね、動きがあるシーンだと、時々こう線が見えるような感じにはなるんですけども、ほとんど気になんないっていう感じですね。今再生してみてるんですけど、本当にね、時々線が見える気がしますが、ほとんど本当にね、気になんないっていう感じですね。で、この PIP、PBP モードにしたままね、プレミアも開いてみましょうか。はい、プレミア起動しました。今、右側のディスプレイで、フルスクリーンで立ち上がってるんですけど、これね、こんな感じでですね、2画面にまたがるような感じで拡大してやってもね、もう全然、普通に使えるっていう感じなんですよね。これ、プレビュー画面のこの辺かな?この辺にね、多分、線が入ってると思うんですけど、全然ね、気になんない感じですね。この PIP、PBP 有効にしてないのと、ほとんどね、遜色ない感じで使えますね。これはね、本当にすごいなと思います。なので、こういう風にね、一応真ん中に線はあるにしても、そんな気にならないので、PIP、PBP モードで使ってれば、このままね、APEX を起動すればですね、右側をフルスクリーンとしたりとか、左側だけをフルスクリーンとして、ゲーム表示することができるわけなんですよ。はい、こんな感じで、右の画面でフルスクリーンで APEX 起動してみました。で、こうやってやればいいじゃんって最初ね、俺も思ってたんですけども、一つ問題がありまして、このモードだとですね、リフレッシュレートの変更が、効かないんですよね。これ全部変更できない感じになってます。っていうのと、これ今設定出したんですけど、このモードにしてね、モニターを使おうとすると、リフレッシュレートが、残念ながらね、120までしか上がんないらしいんですよね。当然ですね、APEX でも、240、出ません。やっぱりさっきみたいにど真ん中にね、ボーダーレスウィンドウで起動してるのに比べると、滑らかさはね、ちょっと落ちるんですよ。今ね、FPS、143って書いてますけど、実際はね、120までしか、出てないと思います。で、さっきはですね、240張り付きで出てたので、それと比べるとね、ちょっと滑らかさ欠けるかなっていう感じですね。これがね、ほんとちょっと残念だな。これね、ファームウェアアップデートとかで対応してくれないかな。そういう問題じゃないのかな。構造上無理なんだったら仕方ないんですけど、これ対応してほしいなぁ。それとですね、今は1台の PC からの映像を、あえて左と右のディスプレイとしてね、分けて使ってるんですけど、例えば左側に PC の画面を表示して、右側はですね、別の機器を接続するとか、例えば Nintendo Switch、PS4、PS5 とか、そういったモニターとしてね、使うということもできるんでね、左 PC、右ゲーム機とか、私さんの場合はですね、最近もう PC ゲームしかほとんどやってないので、そういった使い方する場面っていうのは、しばらくないかもしれないんですけど、そうやって使えるのもね、一つのメリットかなとは思います。はい、という感じで、今回の動画では、このサムスンオデッセイ G9、開封してね、まだ軽く触ったばっかりっていう感じではあるんですけど、現時点での感想をまとめると、まずいい点から言うと、色味がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。今デフォルトで使ってて、もちろんね、モニター側の設定だったりとか、Windows 側の設定で変えられると思うんですけど、これデフォルトの段階でね、もうめちゃくちゃ綺麗なんで、とりあえずね、このまま使いたいなと思います。そして、やっぱりね、解像度が 1440p っていう風に綺麗なので、文字も綺麗だし、あと対応した動画とかは綺麗な映像で見れるので、これもね、やっぱりメリットだなと思います。それと、さっきですね、ここまで撮影した動画のカットっていうのをやってみたんですけど、やっぱね、めっちゃやりやすい。さすがにプレミア全画面にしちゃうと、目のね、移動が多くなっちゃうので、ある程度ね、ウィンドウ縮めるのがいいと思いますけど、これはね、かなりやりやすかったです。動画編集する人はですね、このモニターじゃなくてもいいんですけど、ウルトラワイドいいんじゃないかなとやっぱ思いました。そしてゲームしてみた感想そう、さっきね、APEX、2試合だけやってみたんですけども、画面のね、残像感とか遅延っていうのはこれ全く感じませんでした。今まで使ってた ASUS のモニターがね、かなり優秀だったので、ゲームをするっていう点で比べると、こっちの方がね、ちょっと劣るかもしんないなっていう風にね、覚悟はしてたんですけど、これね、全く心配いらなかったですね。普通にね、ゲームしててもめちゃくちゃ快適だなという風に思いました。はい、そしてここからちょっと残念な点についても触れていきたいなと思うんですけど、一つがね、さっきも言った通り、PIP、PBP モードにすると、リフレッシュレートがね、最大 120Hz までしか、使えないっぽいっていうのがちょっと残念かなと思いますね。いや、これ本当にね、ファームウェアアップデートで対応してほしいんですけどね、どういうもんなんだろう。しょうがないっちゃしょうがないんですけど。そして2つ目がですね、動作がちょっと不安定なんですよね。設定をいろいろいじってたら何度かね、画面がブラックアウトして、PC をね、再起動しないとダメになったりとかしたんですよ。で、ネットで調べたらこれがね、結構問題になってるらしくて、新しいファームウェアもね、何度か出てて、ある程度改善はされてきたんですけど、まだ完璧ではないと。多分ね、この32対9っていうサイズがなくて、Windows とか、あとはね、グラボのドライバーもね、なかなか対応が難しいっていう点もあると思うんですけど、このモニター自体のファームウェアもね、完璧ではないっぽいので、これも新しいものに期待したいなと思います。はい。で、最後がですね、自分自身の問題なんですけど、このモニターの売りの一つは湾曲率の高さだと思うんですよ。本当にね、目の前にしてみると、こう、カーブがすごくて、多分ね、これでフルスクリーンのゲームとかをやると、かなり没頭感味わえると思うんですよ。ただね、実際ちょっと使ってみた感じ、酔うんですよね。これ、酔いやすい方ね、ちょっとやばいかもしんない。使っていくうちにだんだん慣れていくとは思うんですけど、これ慣れるまでちょっときついなっていう感じですかね。もちろんね、酔わない人もいると思います。はい、そんな感じですかね。本当に今日は触りだったので、後日ね、長期デビューというか使っていくうちにね、気づくことが出てくると思うので、また動画にしたいなと思います。ということで今回は以上でございます。私、すすさん、このメインチャンネルの他に、ゲーム実況チャンネル、サブチャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッター、クラブハウスやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。